薄塩1370。ちょっともうお前らはもう 見ないでもう よそのポケモン配信行っても恥ずかしい、恥ずかしすぎるわ。あーこれあれや、シロナパーティーや。これマキョもうあの上位勢とははるか彼方離れた、もうマキョにいる俺たちは今。ここで負けてこそ、もうここで負けてこそ一流のもう魔境戦士やろ。うーわ、か勝てたかと。てかミロカラス弱いわ、うちのパーティー。あこれあかんわ、ミロカラスあかんわこのパーティー。だったらばどうしようかな、こうかな。あ、一応うちのパーティーはこれです。あ、てか今選出が見えてもうた。うん、きつい。なんで1500以下になるかわからない。いやお前にはわからんよな、それね、上昇軍団のあなた方にはね、わからないでしょうけどね、そういう世界だってあるんですよ。ミカルゲ、おぉ。確かシロナも先方ミカルゲやんな。まあいいだろう、血祭りにあげてやる。あごめんか、これカーソルなんか取り込まないようにできへんのかよこれ。あちょっと設定変えてみた。キス、あ、ロズエドか。俺も不思議、なんか目が不思議ばな相手にしすぎてさ、ロズレイドも氷と炎等倍に思えんねんけど、なんか草毒にはもう氷も炎も効かないみたいな、なんかそういうイメージができちゃ、出来上がっちゃった。めんどくさ。よく持ち物は、いや、玉です。いや、力ずくの入浴院にはもう、玉以外ほぼ入らへんやろ。何がしたいやろな、相手ちょっと。あ、夢特性がね、近づくなんで。はい。ヘドロで。結構耐久型か。何をしたか分からない。なるほど、結構持っていきはするか。むずいな。で次守るやろ、交代しよっか。
あら。もう完全に不思議場の劣化になっちゃってもんな、あれ。前、レート1100で。まだね、1100ってどこまで、どうやったらそこまで落ちれんの？逆にすごくない？ 1100 はすごいやろ。レート1100台にサザンガルドマリルに まあそいつと当たれる方もすごいし、なんかそいつの存在したものがありえへんし。まあ、あとなんか降参とかして避けてんねやろ、多分。いけ。よし。やばすぎない。いや、で、何かしら、まあ、事情があるとしか思えない。ほんまに、だから頭使ってさ、真剣にやって、サザンガルドマリルってなんかもう、まとめミキからなんか一生懸命考えて作ったバーリーで1100台とかやってるのも、ちょっともう、ね、あれやな、ポケモンやめた方がいいな。もう俺の人のこと言え。俺も人のこと言えへんけどさ。1100まで落ちてからやっとだからテンプレを使うんだったんか。1900台ですけど、なんか何回降参したら当たれますか。いや、もう500回ぐらいしない、無理じゃない。たけし、うざそうなパーティーだな、これは。けしか。オッケー、決めた。こうかな。沈み、巻き落ちたものをさらに深淵へ落とすための落とすありますか。で、あ、いや、もうやめてくれよな、そういうの。あるし、俺もちょっと足元片足踏み込んでるかもな。深淵じゃない、なんか、よし。いや、これはね、ヨシなんですよ。ファイヤーをおびき出したからな。こいつを餌にして。何の園だぜ？あ、ハチマキじゃ、玉かな？玉じゃないか。もうこんぐらいいくか、でも。もうそうだな、もうポケモンレートの魔境に挑んでみたっつって。どうも、モコです。僕のレートは今1200なんですけど 今日はここから実況中継いたします。
風船か。1200ってすごいやろ、逆にもう。うわ、ランタンやっぱもう。あ、外しよった、アホや。もう、今んとこ当てとけばなんとかなってんて、これ。900台の人とかっておるん？ほんまに降参しなきゃ無理やろ。それってわざとやったんやろ、だから。いや、今の話はもう痛いとか言ってもんじゃない。もう多分今ので勝負決まったと思う。ほら。ね、金休めでその飛行なくなるか、そういった意味で受けきれんねんって。ランタの霊媒。ふざくんなよ、ほんまくそー。蝶のように舞い、蜂のように刺す。それが俺のウルガモスだ。終わった。待て。目罪はないっす。目罪はとかも完全にもうあれですよね。原子の力の劣化ですよね。これまあ死ぬな。確かこれでファイアローは威嚇が入ったことによって、まあそうだね、原子覚えないやつが使うからこそやっぱあれやけど、それ分かってんねんで、分かってるけどね、メザッパってやっぱあれ威力70からね、60になりましたけど、やっぱそう、なんかあんまりあれやね、やっぱりね、メザッパって威力じゃないんだなっていうのが分かったよね、今回でね。別に威力100下がったからって、まあ使いづらくはなったかもしれんけど、まあ、それでもやっぱな、使うやつは絶えないってことはな。威力大事やけどさ。まあ、厳選とか楽にやったけどな。あ、俺、メザ炎のペルシア持ってるけど、確かに熱い、あいつは。うわ、もう、ふざけんなよ、もう、クレフィードが。身代わり？ゴミか。クソガキやな。身代わりとどうせ、威張るやろ。身代わりどうせ。身やろ。もう誰でもできる、猿でもできる戦術で。お前は何がしたんや。出た。で、どうせ自滅すんねやろ？頼むぞ、お前は賢いやつや。お前、高学歴のやつやぞ。高学歴の二六院が、さあ、威張るで。おーし、ざわめろ。当然やろ。プギャーやろ。
間違いだ。すんげえほんま管理してほしいよな。頼む頼む、もう一回もう一回もう一回。うわえ、あ、そうか、風船や、そうや。ちょっとすまん、ごめん、もう一回パーティー変えるっていうのは、ちょっと、いろいろ甘い点があったんで、一部。ですね、ちょっとツイッターに これ1300、いや別にそこまで下がってないよ俺今1400なんぼとかじゃない。てかやっぱ二六院がな、やっぱ思いのほかちょっと刺さらないな。二六院強い思うてんけどな。ちょっと待って、いやこの上の4体は全然ええねん。上の4体は、あ、てかザメ使ったろか。あえてのザメはどう、ここでちょっとザマでいってみよう。ザメはそのあえて構わず1匹は持っていくポテンシャルがあるから、サメとアメモースで行く、これふざけてるんか。しかもなんか青くなってしまった。え、ゲンガー、いやメガゲンは違う、ゲンガーはなーちゃうやろ。ゲンガー持ってないし、しかもメガゲンもらってこ、あ、てかメガゲンってまたもらえるやんな、ポケセンで。もらうわ、今度。今度てか、明日。明日ももらってこいよ、メガゲン。いや、二毒院直帰じゃな。はっきり言って他のやつでやった方がいいわ。二毒院はやっぱり命の玉を反動受けずに、威力火力を上げるってところに、最大の魅力があるからな。あー、そこあえて、しかもクレスリアで行くってのもありっちゃありなんかな、ここで。ごめん、物理受けマンだから、難しいですね。もうメガガルーラ入れたろう、もう。もうとりあえずやっとけの精神で。台風ってほんま明日の昼なんか、東京は。午前中にちょっと早くなってこないかな。バトルマッチ延長はね結構してるんで大丈夫です。あ、間違えた間違えた。そこまで低くないやろ。まあちょっと今日つまんないよ、こんなの。その毒キノコいつ食べるのってなんなん一体。ボンジュール。うーわ、何やこのバーディー。パチモンリスがいるやないかい。パチモンがいるやん、パチモンが。
あ、じゃあ、エモンガか。パチリスじゃねえわ。ピクシー、いや、ピクシーは、二度クイーンで 突破は可能。もうなんかもうめんどくさいな、こいつら。よし。いや、違う。こうや。